20日バスケットボール B リーグ日本生命チャンピオンシップ名古屋 D73-79 広島ドルフィンズアリーナ。シーズン王者を決めるプレーオフ準決勝、2戦戦勝方式の第3戦が行われ、名古屋 D、西地区1位は広島、ワイルドカードに競り負けて1勝2敗での敗退が決定。初の決勝進出は叶わなかった。名古屋 D の PG 斉藤匠。28が右足を引きずりながら試合後の挨拶に向かった。この結果を受け止めるのは難しい。時間がかかりそうです。涙をこらえて悔しさをぐっと噛みしめた。負傷のため第3クォーター9で交代。勝負どころでエースの司令塔を欠いたのが響いた。勝負の天秤は左右に大きく揺れた。名古屋 D は前半に3点リードを許したものの第3球で逆転に成功。チームカラーである粘り強さを発揮した。しかしダブルコート最終回第4球に主役が不在となり、デニス監督は残念なことが起きてしまったと表情を曇らせた。愛知県勢初の決勝進出は叶わなかった。しかし初の地区優勝、プレーオフ準決勝進出と新たな歴史を作った。ホームの5000人を超えるファンからは選手を称える温かい拍手が送